こちらがのこそこつぶたむそうさんのロコムソラメンのりトッピングです。うひょー、着席時コップに水垢がついてたのを見て大きな声を出したら店主さんからのせいで、次第でこの店潰すことなんてできるんだぞってことで。